ハーレームベースボールウィークはオランダのハーレムでおおむね2年に1回開かれる野球の国際大会である。1961年7月22日に第1回大会が開かれており、大会期間はおおむね9日間。2016年12月15日に経済的理由により大会休止が発表されたが、継続希望のクラウドファンディングの結果2018年にも、 開催され、日本が4度目の優勝を果たした。オランダ王立野球、ソフトボール協会が、おおむね2年に1回開催する大会であり、i ブフワールドカップや i ブフインターコンチネンタルカップのように、国際野球連盟が主催するものではない。国際大会の場合、一般には、ナショナルチームが出場することが多いが、 この大会にはそのような縛りはかけられておらず、例えば大学チームや日本の社会人野球チームがその国の代表として出場することもある。参加国は少なく4から6チームで行われる。そのためトーナメント戦ではなく、総あたりのリーグ戦を行い、上位のチームで順位決定トーナメントを行っている。日本は1978年の 第10回大会から出場し、その大会で優勝している。日本から出場したチームで、ナショナルチームでなかったものとしては、三菱グループがある。また、第25回大会では、刑事大学野球連盟選抜チームが、日本代表として出場した。欧州野球選手権などで上位を争う、開催国オランダも、自国開催の国際大会ながら、 最近はキューバを破って優勝するなど力をつけてきている。日本はこの大会と相性が良く過去4回の優勝経験を持つ。ありがとうございます。